はい、こんにちは、116インズです。ちょうど1週間前の話ですが、マリナーズがロイヤルズからカルロス・サンタナを獲得しましたよね。ワイアット・ミルズを含む2人のピッチャーをロイヤルズに放出することになりましたが、マイナーのデプスを考えたらそこまで痛手ではなく、また現状タイ・フランスが離脱していますし、それ以外でも DH の選手の成績が MLB でもワーストに近いマリナーズにとって、サンタナの獲得はとりあえず手っ取り早く攻撃力アップにつながる補強となりました。サンタナを獲得したからといってマリナーズが買い手に回ったというわけではないと思いますが、トレードデッドラインまでの1ヶ月間でコンテンダーに戻れるよう、ひとまず致命的な穴を埋めようという考えもあったと思います。で、実はサンタナ以前もマリナーズに在籍していたことがありました。いやいや、彼の毎年の成績見てもマリナーズでプレーしていたことなんてないじゃないかと思われるかもしれませんが、あるんですよね。しかもプレーこそしていませんが、サンタナはマリナーズの再建に間接的に貢献していますので、今回はそんな話をしていこうかなと思っています。はい、まずは時計を2018年9月まで戻したいと思います。2018年のマリナーズはシーズン序盤快進撃を見せて、プレーオフ進出もいけるんじゃないかと多くのファンが期待しましたが、最終的にはアストロズとアスレチックスの勢いに押されてしまい、9月を迎える頃にはプレーオフ進出はかなり厳しい状況にありました。ロースターの高齢化が進み、また若手有望株もほとんど育っていないチーム状況も鑑みて、編成トップのジェリー・デポトはこの時期にはチームの再建を考え始めます。で、どのようにロースターを再構築するかを考えるにあたって、フロントのスタッフ複数人に意見を募集。その中で複数のスタッフが当時フィリーズに在籍していた若手ショート JP クロフォード獲得をプランに盛り込んでいました。この当時クロフォードは MLB への適応に苦しんでいました。2013年ドラフト1巡目指名を受け、攻守に高いレベルでの貢献に期待できたため、一時は球界トップ10のプロスペクトとしての評価も受けたクロフォードでしたが、なかなか MLB でバッティング面で結果を残せず、守備もまだまだ荒削り。今勝ちたいフィリーズがいつまでクロフォードの成長を待てるのかは議論があった他方で、マリナーズから見れば少し評価は落ちてはいるものの、球界トップ10のプロスペクトをゲットするチャンスとも捉えたんでしょうね。当時のマリナーズにはジーン・セグラというオールスターにも選ばれた高打率に期待できるショートがいて、5年契約も結んだばかりだったんですが、再建中のチームでプレーしたくない意思は見せていましたし、またやる気のないプレーで試合途中で交代を命じられたこともあり、少し首脳陣との関係性にも問題が。セグラの契約自体はこのレベルのショートとしては格安ではあったものの、数年間再建する予定のチームには必ずしも必要な存在でもなかったので、フィリーズとトレード交渉を開始。当初は守護神エドウィン・ディアスを中心としたトレードを模索したみたいですが、メッツがとんでもないオファーをマリナーズに提示したため、ディアスはメッツへ移籍。フィリーズとのトレードはセグラを中心として交渉が進められることになりました。一方でフィリーズもオフの間に叶えたいことがありまして、それがサンタナの放出。フィリーズは2017年のオフに3年総額6000万ドルの契約でサンタナを獲得したは良かったものの、契約1年目の2018年は OPS 7割6分6厘と平凡な成績に終わったのもそうですし、サンタナがファーストに入ったことでリース・ホスキンスがレフトに移ることとなったんですが、ホスキンスがレフトで DRS-18、UZR-11.3 と凄まじいマイナスを記録。ホスキンスのためにファーストを開ける必要もあったんですよね。結果、マリナーズとフィリーズ間でまとまったトレードがこちら。マリナーズがクロフォードに加えサンタナの残りの契約を引き取り、フィリーズはセグラ、リリーフピッチャーのニカシオ、パゾスを獲得。マリナーズとしてはセグラの残り契約をサンタナの獲得で一部相殺することで、念願のクロフォード獲得を実現し、フィリーズとしてはサンタナをサラリーダンプしつつ、セグラの獲得でショートのアップグレードに成功。ついでにニカシオとパゾスも入ったことでブルペンも強化した格好となりました。トレード成立当初はフィリーズ側に好意的な見方が多かった印象で、まあ余剰戦力だったサンタナと伸び悩んでいたクロフォードでセグラを獲得してブルペンも補強できましたので、その評価自体は納得でもあります。当時自分もサンタナ引き取ってなんでクロフォードだけなんだよと思った記憶がまあありますね。マリナーズとしてはサンタナを引き取ることになったものの、セグラとニカシオの契約がなくなった分、今後4年間で2500万ドル程度節約できましたし、今これだけペイロールに柔軟性があるのもそのおかげという部分もあり、またチームもクロフォードの未来を明るく考えていたからこそまとまったトレードだと思いますが、当時の印象はそこまで良くはなかったですね。ただ数年経ってそのイメージもだいぶ変わりました。フロントの思惑通り伸び悩んでいたクロフォードが毎年着実な成長を遂げ、ショートのレギュラーに定着。ペリーヒル内野コーチと二人三脚で守備の改善にも取り組みまして、短縮シーズンの2020年は初のゴールドグラブ賞を受賞。レベルの高いショート守備でマリナーズを守備から支えていますし、打撃面も昨年打率2割7分3厘とステップアップ。
最近だいぶ冷えてしまいましたが、今季も序盤好調でしたし、マリナーズでじっくりチャンスを与えたからというのも大きかったでしょうが、クラブハウスのリーダー的な意味でも今のチームのキーマンとなりましたよね。フィリーズ移籍してからのセグラも活躍してはいますが、近年はセカンドメインの選手となりましたので、長期的なショートのレギュラーという意味ではクロフォードが来てよかったのかなと。今となってはセグラの契約によるペイロールの縛りもなくなって、かつショートのレギュラーも確保できましたので、あの時サンタナを引き取ってよかったなという感じですね。またサンタナはすぐに別のトレードに使われることになりました。クロフォードを獲得した10日後、マリナーズはレイズ、当時のインディアンスと三角トレードを成立させ、サンタナをインディアンスへ放出。マリナーズは見返りとしてベテランのスラッガーエドウィン・エンカーナシオンと2019年ドラフト全体77位指名権をゲットしました。このトレードは体調不良で入院していたディポトさんが病室で成立させたものとしても大変有名ですが、マリナーズはすかさずサンタナを使ってさらにプロスペクトをゲットしようとしたわけですね。そしてその思惑通りにもなりました。インディアンスで少し成績を落としていたエンカーナションはマリナーズ移籍後活躍し、2019年夏のヤンキースへのトレードでマリナーズはマイナーのピッチャーフアンテンを獲得できましたし、またインディアンスからもらったドラフト指名権を使ってアーカンソー大学のエースアイゼイア・キャンベルを指名。2人ともまだメジャーデビューこそ果たしていませんが、テンはすでに MLB の42枠に入っていて、またキャンベルはプロ入りしてから怪我に苦しむことが多かったものの、今季ハイ A でブルペンに回ってからかなりいいピッチングを見せていますので、順調にいけば近い将来 MLB 昇格もありそうな素材。サラリーダンプとして引き取ったサンタナはクロフォードだけではなく、さらなるプロスペクト補充に役立ち、一度もプレーはこの時点でしていませんでしたが、再建に貢献してくれました。という具合にすでにチームに多大な貢献をもたらしたサンタナ、今回はようやくマリナーズでプレーするチャンスを与えられ、強打者らしくバットでチームに貢献してほしいところ。4月5月はかなり調子も悪かったものの、速球系に対して少し前で捌くようになった6月は打率3割2分3厘とギアも上がってきているようですので、なかなか思い通りに点を奪えていないマリナーズ打線を支えてくれるといいなと思っています。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メルビーに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。